ちょっとお送りしようかと思いまして、はい、えー、今日も自己紹介遅くなりましたけれども、おハオ、パンダ1号と、はい、どうも、みなさん、こんにちは、大家好じゃリキ、どうも、リキーです。よろしくお願いします。やっと出てきましたね。<laughs> やっと出てきました。見 <laughs> いもの同士で進めてましたけど <laughs>、えー、そうですね、今まで動画でしたけど、<laughs> はい、あ後ろのなんかパンダ素敵じゃないですか。これかわいいですねかわいいち。ちょっとリアルな感じですけど。うん、なんか私はもう,もうがっつりじなんか家って感じでちょっとテレビが映ってますけどなんか背景がねうまく作れなかったんですよね。<laughs> <laughs> そんなにね今日はちょっと、えー、いつもと変わってあのちょっとズームでお送りしたいと思います。はいはい、ということであっという間で4月ですけど。 ええ、ね、はいリキー先生はどっかお花見とか行かれたんですかそうですねあの近くにあの昭和記念公園があるんですけど立川そうです立川付近に住んでるんですけどおお<ー> <laughs> そうなのあれ都心、うん、じゃなかった僕前そう前あの明け町に住んでたんですけどうんえ最近<う>もしかしてえ引っ越したあこれがあの10月には引っ越しましたね。 あれうん、あごめんなさいね、ローカルな話。ああ、全然。いいとこじゃないですか。ねえ、大きい公園があって。そうそうなそう。サッチーさんはどうですかなんか、どこか桜を見に行ってない。なんか、桜って結構近所の公園でも綺麗に咲いてるじゃないですか。はい。 わざわざ行かなくてもねそれで私あの犬のお散歩のコースに桜があるから見るぐらいでちょっとねっお花見とか行きそびれましたねなんかあそうなんですねじゃあ,あの予定より早くなかったですか今年確かに確かにちょっと早かったですね、うん、うん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 もうね暑いですけど、うん、はい,いやあの中国ってお花見ってあるんですか そうですねなんかその日本みたいには花見はしないんですけどでも中国、うん、そうですねあの花見とかしますよ私ね、あのー、中国のなんだ日中友好なんとかイベント、はい、が毎年3月にあるんですよ日本が桜をこう、うん、中国に何万本だったかな何万本何千本か、うん、送ったっていうのの。 イベントがあって毎年この時期に。桜町があるんですよあ、そうなんですかへ、うん、ええー、っと、大連じゃなくて、えー、っとね、どこだったっけなブ、ブ、ブ、ブなんとか。<laughs> わかんないけど。<laughs> うん、で、あの去年ね、一昨年行けなかったんですけど、ねね、そこであのやるんですよ。踊ったりとか、盆踊りしたりとか。あ、そうなんですね。え そうなんで、ねえー、うなんですねサッチさんあの踊れますもんね踊れるんですよ。本当にご披露したいところですけどね、<あ>なかなか。でも、あのーあのね、着物で踊ってても飽きちゃってあの、サリー着たりとかね、チャイナの寒服、寒服ってやない何ちょっと王族衣装みたいなのあるじゃないですか。ははい、はいなんかドレスみたいな。

歌うたってなんとかかんとか言って早口言葉とか楽しく終わっちゃったんですよ。えー、うん挨拶したりとかあと今何時みたいなね、えー、何時に終わるみたいな感じをしたんですけどだい、えーあ,えー、あね今日3回目ですけど自己紹介して数字を覚えて曜日を覚えて、えーえー 早口言葉で口を鳴らして、うんえー。さて今日です。今日はどんなテーマでいきましょうか。はい、今日はですね、あの旅行で使えるフレーズということで、うん、まずレストラン編をちょっとやっていこうかなと思います。うん、ね,ね、旅行はちょっとすぐは使えなくてもレストランだったら、ね、中華料理屋さんで使えるってことですもんね。そう、そうなんですよ。そう。 レストランだったらもう全然国内でもその中華料理店に行けば使えるので実際でもなんか使うとこといったらそのぐらいしか思いつかないけどなあと中国語を使いたいと思ってもどういうとこで使います中華料理屋さんが一番早いかしらそうですね中華料理屋さんが一番早いですね、うん、中華街行っても別に 中国語を喋ったからいいみたいなとこないですもんね。そうですね。中華街も、基本なんか皆さん、日本語がすごいかなり流暢ですもんね。そうな中華街の人うまいよね。ねうんうん、うまい。<laughs> そうなの。なんか、あのそうなのよ。いうまいのよ。こっちが喋る前に。うん。<っ>でも、<っ>早いからね、中国語、あ,あのなかなか早くて聞き取るの大変だけど。 まあ、ゆっくり話してくれればね、中華料理屋さんでもそれで会話ができたらいいなと思いますけどね。そうですね、結構なんかね、その店の、<laughs> なんていうんですかね、そのまかないでしか出さないものを出してくれたりするかもしれないですね。えー、あ何、ちょっと、なんつうのちょっと話したら、仲良くなれてってことそうですね、中国人で結構あの中国を話せると、結構仲良くなれる人が多いので。 えー、まあうん嬉しいですけどね。ねえ、そうそうそう。うんえー、中国を話せるのっていうふうにテンション上がります。えー、じゃあもうな中国を話してるんですか中国、中華料理行くと。ああ、そうですね。基本的に僕はもう相手が、ああ、中国人だなって分かった瞬間に中国語に切り替えます。えー、私ね、同じマンションっていうか、いるのよ、敷地に。あ、そうなんですか。ね、いるの。ね、だけど私、なんてまあ、もちろん日本語でこんにちはとか言うからね。 あの日本語なんですけどいつかちょっと中国語で話しかけようかなと思ってるんだうまいんだもんだって日本語が <laughs> なるほどですねまあすね中国人ってね、あのー、日本語うまいですよね、うんえー、向こうの人ってあの勉強大好きなんであの多分語学習得もあっさりなんだと思いますうん、うんうん、はいじゃあ早速いきましょうかはいそうですね早速いきましょう、はい 僕、ねはい、の画面をちょっとシェアさせていただいて、はい、今日はですねこんな感じで、はい、リッキーの楽しく学ぼう中国語会話<ー>ということではやっていきましょう。入れたいとこだと、はい、<laughs> ですね、はい、中国は誰でも話せるようになるということですね。はい、で今日は、えー、レストラン編やっていこうと思います。はい、まず最初に店に店店入って店員さんから いらっしゃいませ。何名様ですかっていうふうに言われます。はい。はい、これ、中国語でなんて言うかっていうと、はい、こういうふうに書きます。はい。ちょっとこれだとあの読めないので、はい、読み仮名ですね。ピンを付けたいと思います。はい。ははい、欢迎光临。请问は位？っていううにります。い。うい。は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  ファインファインってなんかどうぞどうぞみたいなのってありましたよねはいそれまさにそうですねそれがこの頭2文字頭2文字のこの歓迎歓迎っていう意味んうん。うん,うん、うんうんう。日本語で言う歓迎っていうのがファンインンっていう音になります、うん、ファンインファンインね はい、でこの後ろ2文字ですね、ファンユンのあとに続くこの2文字っていうのが、グアンリンっていうものなんですけど、これはあの、まあですか、品定めというか、品を見るっていう意味です、これは。はい、ちょどうぞ見てってみたいな、そういう意味になります。これはどこで、あのレストランだけじゃなくても、お店でもってことかしら。そうです、お店でもあのいらっしゃいませっていうのは、もうこれに当たります。何 ファインファンイ,ンァンインじゃなくてファンインガンウィンガンウィン <laughs> <laughs> はい、そうです。これはクワンリンって言います。クワンイン。そう。ファインガンリン。ファンインウィン、グランリン。そう。これ、あたしでも使えるどっかで。あ、そういう時はですね。ああ、そういう時はですね。あの違うんだ。そうですね。例えば、そうですね。まあ、あの 誰かを歓迎するときに、ファインファインみたいな感じで。え、はい、例えば、えー、っと、そうですね、今度カラオケ行くんだみたいな。え、うん、私も行きたいって誰かが言ったときに、ああ、ファインファイン。<laughs> うんうん、じゃあファインファインでしょ。はい。歓迎歓迎。はい。はあはあ、ファインファインみたいな。うん、いいよっていうのは、はあって言うんですけど、はあはあって言ったときに、ファインファインみたいな感じで言ってもオッケーです。はい。 で、その後に続く何名様ですかっていうのが、チンウェン・ジイウェイって言います。チンウェン・ジー・ウェイ。チンウェンっていうこの2文字があの、すみませんですね。すみませんっていう意味なんです。で、後に続くこのジー・ウェイっていうのが、何名様ですかっていう意味です。 この字っていうのはその前回もやったその何ですね。このいくつっていう意味になります。で、あとに続くこの w ェイっていうのがあの名ですね。何名の名になります。うん,うん。そしこれちょっと読んでみましょう。チンウェン・ジー・ウェイ。ウェイジー・ウェイ。ああ、完璧です。完璧です。素晴らしい。 <laughs> じゃあ頭からいってみましょう。ファイン・グランリン・チン・ウェン・ジー・うん、いいですね。素晴らしい。これはあの中華料理店に行ったらあのこういうふうに言われると思います。まあ、これは言われる方よね。そうです。そうです。<laughs> これはですね、いざ店に入って、んなんかなんて言ったんだろうってこう気になった時のためにちょっとあの予習で <laughs> 入れてみました。はい。 はい、じゃあ次ですね。はい、2名です。ちょっと友とね 2> <laughs> あの、2名が結構多いかなと思って。という時はですね、こういうふうに言います。<laughs> リャンウェイ。いャンシンプはい。ウェイ。ウェイって言います、はい。ウェイっていうのは、その人を数える単位ですね <laughs>、うん。すごいシンプルですね。リャンウ人を数えるんだ。 はい、これは2人だからリゃンで、はい、3人だったらサンウェイなのそうです。すごいシンプルですね。簡単ですあ。使えるかもね,ね。これ使いますね。ねはい、これはあの丁寧な言い方になります。うんそう。<coughs> そうはい じゃあ次ですね、すみません、ちょっとあの着座して、例えば席に案内されて着座して、うん、注文あのしたいときとかですね、はいはい、そういうときはですね、こうやって言います。例えばですね、あの前はですね、あの結構ちょっと前までは、うん、すみませんっていう、そのちょっとウェイターさんって、ウェイターさんの呼び方があったんですよ。フォーユエンっていうのがあったんですけど、最近はそれあんまり言わないですね。あのそうやって言うのは、なんか教科書、中国語というか、 先ほはですね、そこの美女とかそこのイケメンっていう言い方をします、うん <laughs> あの。店員さんがあの呼ばれて嬉しい言い方をする。美女っていうふうに言いますね。はい、女性の場合は、これはメイニューって言います。あメイニューそうですメイニュー,メイニュー あー完璧です。素晴らしいですね。でもしもあの男性だった場合、イケメンって言うときは、シュワイグー。シュワイグー。あいいですね。完璧です。シュワイグー。シュワイグー。<哥><哥>そう。なので、この店員さんがいたときに、<laughs> すみませんっていうときは、え、メニューとか、え、シュワイグーとかって言いますね。ああ、うん、いいね。はい、メモロー。<laughs> うん、これはいいですね。やっぱりね、の呼ぶときに、なんかその、相手のをいい気分にさせた方がね、うんあの、結構サービスとかもしてもらいやすかったりとかすると思う、ね、<laughs> へへ,へ,へ <laughs> まあでも、あのほら、日本でもおか、八百屋さんとかがね、おばさんに向かって、お姉さん、お姉さんとか言うんもんね。ああ、それと一緒ですね。ええ、そううねん、うん さすがですね、そうそうそう、それと一緒ですね。うんうん、ぜひこれ覚えて、うん。これ別にあれだもんね。普通にこっちが使ってもいいもんね。そうですね、こっちが使ってもいいですね。メニュー、あ何これ、えうんと、すみませんってか、まあ、呼び止める言葉として使っていいってことよね。そうですね、ねはい。呼び とめる言葉としてーってオッケーシュワイグ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 ー実際これあの言う時にはですねあのこうえいえいっていうのをさあ頭につけるといいですね<ん>えいメニューとかえいえいみたいな感じですえいみたいな感じえい えいメニューえいメニューえいシューイー !OK! えいなのねえいなんですよねで次がですね、メニューありますかですね。着座したけど、あれ、漢字のメニューがないぞっていう時あると思うんです。その時に困っちゃうんで、メニューありますかですね。えいメニューって言った後に入ってみます。 よーいだんま。よちゃいだんま。ね、嗎あ、完璧です。素晴らしい。いいですね。そうです。それです。いだんま。よーいだんま。はいそうそう、そう。この頭のですね、このあるって書いて、よっていうんですけど、これが、まあ、そのままですね、日本語と一緒同じ意味のあるっていう意味です。うんうんで この間のこの2文字、最短っていうのがメニューのことになります。はい、で、最後のこの間っていうのは、いつもやってる通り、あの何々ですかのかに当たるので、このメニューありますかっていう意味になりますね。これの例えば、飲み物のメニューありますかみたいなのだと、ね、あそういう時は、 えっと飲み物は飲料っていうので、有飲料菜談磨になります。ああ飲うま有飲料茶談磨、ま。有飲料茶はい。もしくは、この有茶談磨の後にあ飲み物のメニューも見たいなっていう時も、うん、時はあの有飲料談磨、ドっていうのを後につけるといいですね。うん 用意無料だま。用意料だま。はい、うん。OK です。はい、はいあ。次ですね。すみません。注文をお願いします。メニューを受け取って、いざ注文にしたいときですね <laughs>、はい。そういうときは、ねまああの、女性に言うときはですね、これすごいシンプルです。日本語だとですね、結構長いですよね、文章にすると。でも、中国語シンプルです。 メイニュー、デンツアイ。メニュー、デンイ。<laughs> そう。このメニューっていうのがもうあの本当に女性を呼び止める時で、後ろのこの点ンっていうのがあの注文するっていう意味になります。点うん、はい。はい。これも一緒にもう一回言ってみましょう。メイニュー、点ンメニュー、 うん、完璧です,いいです、ね、そうすると、女性のウェイトレスが来ますね。次ですね、じゃあチンジャオロースとチャーハンをください。ですね、このチンジャオロース、読めないけどね <laughs> チンジャーロス <laughs> 大丈夫です。安心してください。ここにです、ね、あのこうピンが、読み殻が出てきます。 うあすいませんちょっとマーボー豆腐あの、うん、日本語の方にちょっとつけ足し忘れましたはいマーボー豆腐、えー、正しくはですねチンジャーロースとマーボー豆腐とチャーハンをくださいですね OK はいちょっとえっ、ー、と日本語の方ですねえっ、ー、とマーボー豆腐つけ足し最初はチンジャーロースとチャーハンだけだったんですけど まマ,マブンちゃん。これ、あの何々くださいっていう時にですね、<laughs> よく教科書、中国語だと、やお、何々っていうふうに言われてるんですけど、うん、なんか、やお、何々っていうこと、ネイティブはそうやって言わないんですよ、実は。ううん、うん。はい。で、正しくは、なんか、ライグ、何々、何々、ライ,ね、ライグですね。 おライグっていうのは、えー、何々を一つくださいっていう意味ですね。うん、なので、ライグチュンジャオロースまずチュンジャオロースの発音から言きましょう。チュンジャオロース。ロース。そう、それです。チュンジャオロース。そういいですね。で、麻婆豆腐は麻婆豆腐ドって言います。麻婆豆腐。 そうでここのポイントはですね、あのふっていうのは F なので、下唇を噛みます。マープドーフ。マープドーフ。そう、それの言い方ですねそう。で、このチャーハンの前にあるですね、この平和の和っていうのは、何々とっていうとに当たります。和なのにと。はい。そうです。これがあの、ふっていう意味です。ふっていう発音です。

那个新疆老师冒不都呼起俏饭？啊，我、哦、知。呼呼，じゃなくて。いいじゃない。呼？ね。呼。このいいね難しいんだ。呼。呼。そう。呼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 。俏<喝>饭。学俏饭。呼，炒饭。 合炒饭。错<做>。合炒饭。错。嗯。来个青椒肉丝、麻婆豆腐、和炒饭。来个青椒肉丝、麻婆豆腐、和青，合炒饭。错<做>。但是。哈哈。でも大丈夫ですか。か練習します。 素晴らしい。いいですね。はい。じゃネクスト x、はいね、で、ネクストがですね、こちらの、えー、唐辛子抜きできますかです、ね、結構あの中国ですね。<laughs> 店によってはあの辛すぎたりしてみますので、はい。そういう時はですね、無用だね。はい。何々しないでですね、この、不要ファン、ラ以ャオクイマっていうふうに言います。この、うん、まず頭のこの不要っていうのは、何々しないでっていう禁止になります。 うんうん、で、このボヤオの後のこの放送の方は、まあ、入れるっていう意味になります。なので、ボヤおファンっていうふうに言いますね、うんはい。で、唐辛子。唐辛子は後ろのこの2文字、ラーチャオっていうものになります。ラーチャオ。そう。この2文字でラーチャオ、あの唐辛子の意味です。 でこ、えーのこの、この後ろのこ可能の「か、まあ」に、後ろに、このまあれんて言うんですかね、うん、この「く」。この、うん、い以上の「に」ですね。うんうん、それであの、できるっていうですね、うんはい。できますかあの、うん、唐辛子を入れないことをできますかということですね。になります。はい。 じゃあこれえっと一単語ずつちょっとやってみましょう。まず、ぼやをですね。ぼや。ぼや<要>。あ、完璧です。じゃあ次、ファン。ファン。いいですね。で、えー、唐辛子。ラジャオ。ラジャオ。いいですね。で、クイー。クイ<以>あいいですね。完璧です。ま。ま。いいですね。じゃあ、頭からいってみましょう。 不ブヤオファンラジャオクイマ。ああ、完璧です。素晴らしい。素晴らしい。いい素晴らしい。す <laughs> ぐできる。<laughs> い,い, <laughs> いいですね。じゃあ、これはもう次に行っちゃいましょうか。うんはい、じゃあ次ですね。<laughs> あとビールを2本ください。ね 使いたいねね言ったら、ねねね、いいですね。これ。ねじゃあ、これ、はい、なんていうかっていうですね。じゃあ。はい。そう。これは在来良品比叡っていうふうに言います。この、じゃあ、あとっていうときはですね、この在を使います。あと。で、くださいっていうのはこの後ろの来なので、在、うん、来ほにゃららっていうと、ほなあとほにゃららをくださいっていう意味になります。 なるほど。はい。で、まず、ビールの2本ですね。この2本は、この間の2文字。リャンピンって言います。リャンピンあ完璧。完璧です。そのピンですね。そうそうそう。で、ビールは、ピージョウって言います。ピージョウあ完璧です。いいですね。どうみたい,うたい <laughs> <laughs> そうですね。確かに。<laughs> そう。で、じゃあこれ、頭からちょっといきましょう。 再来两瓶啤酒。再来两瓶啤酒。啊，我试试。再来两瓶啤酒。再来两瓶啤酒。啊，我试。这个是啤酒，的呢啤酒，啤酒。 <laughs> もう一回行ってみましょう。ザイ、はいイ、リャ再来ン、瓶啤酒そう、完璧です。いいですね。OK。これでもうビール注文できますね。うん、1>, 1本だったら、一瓶ですね。うんう。んう,んうん。一<う>3三瓶。うん、そう、そういうことですね。じゃあ次ですね。 実はですね、中国中国はですね、あの体のことを気遣って、まあ、お酒に飲むこと自体あの体に良くないんですけど、あの体のことに気遣ってあの冷たい飲み物は中国人基本飲まないです。なので、うんうん、あのあ基本飲まないんですか？基本飲まないです。基本はもう温かいものか常温のものになります。あの体を気遣ってなんのそれは。 そうですね、なんかそう、なんか体、なんかその冷えたものを取るのは体に良くないとされてるんですよ、中国だと。正解です <laughs> で。正解だと思います。<laughs> ただ、最近はあの、まあ、普通にあの自販機とかね、なんかそのスーパーで売ってるあのジュースとか、普通に冷えてますね、なんか、そういうジュース系は冷えてます。で、ビールはですね、両方あります。あの冷えたものと、はい、常温のものと。 なので、うん、この常温のものですか、それとも冷えたものですかと聞かれるときがあります。そのときにですね、店員さんはこうやって言います。うん、常温ンウェンド、ハイシュ、ピン、ハイシっていうふうに聞きます。女王、うん、はですね、常温ンって言います。うん、常温はい。そう。で、後ろにこの何々なんか美的センスの敵がありますよね、この敵。 こ、うん、れは常温のの,のにあたります。常温のものっていう意味ですね。うんうん、で、この後ろに出てくるこの、はいしっていうものなんですけど、これはですね、あのそれともっていう意味になります。で、最後に出てくる<私>そう、はいし。で、最後に出てくるこの、ヴィン・ジェンドっていうのは、 冷えたものになります。うんうん、この3、2>, はい、2、3とかですね。文字数で言うと。だんだん長くなってくる。る <laughs> そうですね。ちょっと。はい、やっぱ単語で覚えていった方がいいのかね。そうですね。単語、そうですね。単語と。はい。じゃあ。 えー、常温のものっていうのは常温でって言います常温だ。ですね。常温イ常温だ。うん。で、それともっていうのは海市海市うん。ですね。センハイシュヒものはビン的ェン的ビンジェンダビン つなげて言うと、チャンウェンダ、ハイシュ、ビンウェンダ、ンジェンダ。ンダうん、いいですね、はい。これが言えるようになると、あの店員さんが言いながにですね、<お>こうさらさらと言ってもあの聞き取れるようになります。はい、でそれで、冷えたものが欲しいときはですね、ンもうシンプルに、ビンジェンダ。ビンジェンダ、はい。それだけで OK です。

実際ここの店のおすすめってなんだろうって思ったときに、うんはい、こうやって聞きますね有什,あ有什麼推薦菜嗎、ね、有什麼推薦菜嗎そう,そうですね菜で頭に出てくるこのいや有ですねこれはあるですね で、この後ろに出てくるこの2文字ですね。用の後に付けるこの2文字ですね。これは何っていう意味になります。何とか何かですね。何か、えー、後ろにその後ろに出てくる、えーとうん、3文字ですね。v、えーうん、ジェン h ハイというのがおすすめの料理になります。うんはい、で、最後にマ、ま、をつけてありますか。です。ので、これで。 よしも推荐ちゃいま。で、おすすめの料理はありますかになります。よしもちいちんちゃいま。ああ、かです。もう一回言ってみましょう。よしもちいちゃいま、ね。よしもちいちんちゃいま。んよし。おこれでもあのよく使いますね,もうね。ちょいちょいね。うんと、<laughs> シェマとかね。うん、そまとか。 とかその単語が出てくるからちょっと覚えてきたよ最近 <laughs> ああいいですねいいですねそうなんですよ中国語ってね結構あの使い回しというか同じことばっかり言ってますね <laughs> 短いんだよねとにかくねそうですね短いですね,はねあっという間に文章がね終わっちゃうから、うん、そうですねこれももうたった7文字ですからねうん、うん、はい じゃあ、それくださいですね。店員さんから何かおすすめ料理言われましたい。じゃあ、それくださいって言うときですね。なあらいーがばって言います。なあらいーがば。あ完璧です。素晴らしい。このじゃあっていうのがこのなですね。で、くださいはらですね。で、一個っていうのがこのい個ぐになります。 で、最後のばっていうのは、えっと、何々しましょうっていうしょうにあたります。まあ、じゃあ、一個くださいな、みたいな感じですね。うん。ならえいがいば。ならえいがば。あいせん。ならえいがば。ならえいがば。うん、完璧です。ばいちい,いいのよかったりするんですか バーないとなんか命令っぽいですね。なんかあの応募というかなんていうんですかね、ちょっと上からっぽいですね。ならあれが。バ <laughs> <で>ーとかダメなのバーなのバーそうですね、バーですね。これはバーがないと、なんか日本語で言うと、はい、じゃあ一個ちょうだいみたいな感じで、ちょっとなんか冷たい感じになりますね。うんうん、バーがこう、なんかこう、やんわりにしてる感じですね。うん うん、はい次がですね、例えば、注文したけど、頼んだ料理がまだ来ないですね。ちょっとあるあるですね。ちょっと店が混んでたりとかですね。注文忘れられてたりしまえっと、<我>こうやって言います。おー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 お さいだね。さい、はい、めいらい。そう、このさいっていうのがですね、あのー。そう、あの料理の意味になりますうんうん、うん。なんか単語とかはわかるようになってきたよね。あ<ー>、さっき。でも、なんかあちこちで出てきてるよね、メニューくださいとかさ。ね、なんか出てきてるよね。ええ、ね。そう,そう。中国語ってやればやるほどですね。あの。あれ、なんか一緒だなっていうのを気づいてきます。 うん、はい。はい。そう、才っていうのが、そう、あのえっと、料理ですね。うんうん、で、わっていう頭のわっていうのは、私。で、その後に出てくる、天っていうのは、さっき出てきた、天才の天です。つまり、注文っていう意味です。で、後ろに出てくる、のっていうのは、まさにのの意味です。この、どっていうのは。なので、天、どっていうのは、頼んだの。 っていうことですね。私が頼んだの料理。うん、で後ろに出てくるこのはいっていうのはまだですね。うん、で後ろその後ろに出てくるこのめいっていうこのボの字はですねこれはないって言うんですね。うん、で後ろにこの一番最後のこの三文字はいめいらいっていうのはその、うん、まだ聞けないっていう意味になります。うん。うんうん

頼ん,だ頼んでない料理が来ちゃったみたいな、その時きに、うん、ね、中華料理あ,あるあるです、うん。あるあるなんだ。はははは、ちょっとなんかあの新人だったりとかするとですね、テーブル間違えちゃったりして。もしくはですね、あのこう店員さんと仲良くなって、あのこうサービスで、ね、出してくれる時とかあります。はい 僕は中華料理店で働いてた時に店長がよくやってました。あの気に入ったお客さんにはですねあの、サービスでいろいろ勝手に出したりするんですよ。いいね、いいね。あでも、なんかあの、いい意味でも悪い意味でもなんですけど、ひいきするでしょはい。中国の買い物って、買い物とか <laughs> なんていうのかな、接客はい。なんか、負けるよとかさ、こうしたら。ね もうちょっとおまけするよとかさ、ね、気分でやってんじゃないのって思うときあるもんねあ正直気分ですね, <laughs> ねそうだよね,ねでこうやってやったらあなたは OK だったけど私はダメだったとかってあるもんねそうですね,ね大陸あるあるだよねそうですね大陸あるある <laughs> うんそう,、ね、<laughs> <laughs> そう気に入った人にはとことんサービスします <laughs> そうそう,そうまあ人間らしいけどね それはあの中国語で何て言うかっていうですねこの、これ頼んでないんですけどこれはですね我目でチェと言います。我目でチェグ。これはですねそうまず私であるその我でないのいですね。うん、で注文の点ですね。目で頼んでないですね。うん で、最後のジュグーグっていうのはこれっていう意味です。ジュグーグ。そう、ジュグージュグーめいん。ジュグーグ。ジグ。でも、これはこれはいつもチェグチェグ。これはいつもチェグになります。え、その、デ i s is のディ i s ってことではな,なくってことデ i s this ですよ。これは何とかです。 シー、うん、みたいな感じじゃなかったっけシーはイズですよ。イズか。これはっていうのはケガ、はいはい、でいいんだ。そうですこれは変ですみたいなのあ。というよりか、これはの和は入ってこないです。あ、そっか。これね。そうです。これですね。これだけ、これっていうのがジョで、これはの和はイズです、ね。うん,うん。はい。 これ頼んでないんですけどっていうのがこの我名義園長になります。我名義園長。そうですね、完璧です。うん、うん、うん。ちょっとね、つながってきてるから最近。素晴らしい、さすがですね。努力の成果ですね。ただ、ステがゼロだけどね。大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。 <laughs> 変えなかったら意味がないんだけどちょっとあの実践であの試していきましょう <laughs>、はい、じゃあ例えばですねえー、っとこの出された料理ですねちょっと流れ的にですねこの前でこのえ頼んでない料理が来たですね、うん、でその後ですね頼んでない料理あのおすすめ料理ですねおすすめの料理が来た、うん、でも食べ方がわからないですね、うんうんうん ね、ちょっと変わった一風変わった料理が来た時ですね、これどうやって食べればいいですかっていう時にですね、まずこれであるチュで、この2つあの、その後に出てくるこの2文字、っていうのが、どうやってっていう意味になります。で、最後のこのチュっていうのが食べるですね。 はいすごいシンプルですねハどうやって食べればいいですかっていうのはハハ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 ハ w ハ h みたいなの一覧が欲しいよハハ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 確かにあってもいいですね。それ。うんうん 今度それ作って、来月 <laughs> いいですね、5W。あ、それでちょっと作ってみましょうか。そう、なんか混乱する、あの、うん。確かに。ど、うん、マとかシュマとかありますね。そう。はウと、キャンと、なんか、そう。はい。次、すみません、お会計をお願いしますですね。この、もう食べ終えて。うん それはですね、これて言います。はい、出ました。メニューですね。メニュー、ウォヤウ、ジェジメニュー、我要我要そうです。メニュー、ウォヤウ、ジェジャメニュー、ウォヤそうですね。そう。まずメニューはこのすみませんですね。 この女性を呼ぶとき、女性なのウェイトブレスを呼ぶときですね。<laughs> で、我要の要はですねあの、えーと、何々しようとしてるっていうです、ね、意味になります。で、最後の、ジェジャンというのが会計の意味です、はいはい。もう一回言ってみましょう。メイニー、我要結帳、ジェジャ我要結、そう、そういう意味ですね。OK 素晴らしい。 じゃあ次、えー、今日は私がおごります。例えば、2、えー、人で入ってきました。2、ねはい、人でこの店に入ってきて、今までこう食べてで、会計です。今日は私がおごりますってこう相手方に言うときですね、はい。こうやって言います。今天我请客って言います。ンン完璧です。素晴らしい。そうこの人権っていうのが今日ですね。 で私のわで最後の二文字がチンクこれがおごるっていう意味です。うんうん。今日我請客。今日我請客。そうですうん<ー>。次はおごるときはこうやって言ってみてください。うん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 。んんんじゃあねえそうそうおごる。

えっと、料理がですね、中,結構中華料理、あの、結構大量に出す。あの、感じが、あの。出すところが多いので。う、え、ん、ー。中華で、帰れるの多いよね。お持ち帰りできるよね。そうですね。できるの多いですね。もう、大抵。大体北京ダックは持ち帰るよ。<laughs> 多いですもんね。うん。あれは食べきれないよ。わ <laughs> <laughs> かります。そうそうそう。<laughs> そう。 その時にすみません、お持ち帰りお願いしますっていう時ですね。これが、あの、はい、こうやっています。メニュー、おやだばって言います。もう途中までみんな一緒なんだね。<laughs> そうです。もうすみませんですね。すみません。うん、メニュー、おやおだばおそう。このだばっていうのがですね、あのえっ、ー、と包むっていう意味ですね。あの箱詰めするっていう意味です。 箱に包んでっていうことですね。じゃあこれ一緒に言いましょう。美女メニュー、我要打包。メニ我要打包。完璧です。いいですね。素晴らしい。うん、で次最後ですね。えっ、ー、とまあトータルいくらですかです、ね、はい。このさっきですねその親父ちゃんって言ってこの うん、この会計お願いしますって言ってですね、うん。で、えー、この箱詰めも終わってで、さあ会計に進みます。トータルいくらですかってこう、レジで言うときですね。は、うん、い。そうやって言うイゴン、どうしチェーンって言います。イゴン、どうしチェーン。はい。このトータルっていうのはですね、この頭のイゴンって言います。イゴン。はい。 で、最後のこの三文字、これがいくらですかっていう意味なんですけど、どうしよう、チどうしよう、チェ完璧です。いいですね。じゃあ、これ、通していきましょう。いいこと、どうしよう、チうん、完璧です。素晴らしい。いいですね。じゃあ、例えばですね、支払い。まあ、は <laughs> はかわいい。いいですね。<laughs> 例えばですね、日本はですね、結構現金払いのところが、 結構多いですけど、中国結構現金払いができないところが増えてくます。うん、はい。うん、ちょっと一生確認しましょう。はい、現金払いできますかですね。うん、はい。そういうときは何て言うかというと、うん、可以用先金支付もっていう,ういす。可以用先金支付も。あ、惜しい。いいですね。 現金はですね、シェンジンって言います。現金ンジン、シェンジン。そう。で、支払いはですね、ジューフォーって言います。ジュ,ジュー、フォー。そうです。ふォはですね、あの FU、F なので、シャクリチュービルを噛みます。ので、ジューフォー。フォー。そうです。そうで頭のこのクい,いのは、何やできますかっていうですね。ので 用,用っていうのはこの必要のようですね。必要の用じゃない、うんえっと、これは、えー、っと使用ですね。使用のようん。用事のようですね。このようはです、ねあのえー、使うっていう意味です。用いるですね。はい。はいはい、なので、えー、現金払いできますかっていうのは、可以用、現金吗、ジフォーマーといます。 チェンンジそう、完璧です。素晴らしいです <laughs>。でももうあっという間に50分なんですけど。あっという間ですね。はい。ね、いや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 、これ <laughs> 使えそうね。えー、使えますね。今日のはとても、うんえー、全部使えると思います。うんうん。ね、あのー、なんだろう、単語単語は結構。 なんかこうくっつけて使いそうだから、ええ、本当とになんていうの新しい単語がちょっと出てくるくらいで<え>3分のくらいは知ってる単語が出てくるの <laughs> そうですねはいそんな感じでちょっとやりきれなかったかなねそうですねこれはそうですねちょっとまだ まあいろいろこういうのもありますけど、ちょっと長いですね。これは長い。そうですね。はい。食べ終わったから大丈夫だよえ。食べ終わったから大丈夫ですね。うん。<laughs> <laughs> <laughs> そう。じゃあ、あのね来週、来週じゃなくて、来月とかね、ちょっとこれをスラスラスラって言えるように、うん、なれたらいいなと思いますけど。ああ、いいですね。ちょっと復習やってみましょうか。うん、やってみようかと思います。うん、はい。 えー、じゃあということで、えー、共有は解除できますかはい、解除できます。はい、できました。はい、はい、ということで、えー、今日はなんかすごいたくさん勉強できた気がしますけど、さすがに。<laughs> よかった、よかった、よかった,よかったよ。じゃあ、ウクレレ終わっちゃうから。<laughs> 歌歌っ,た <laughs> 歌,歌ったんだから、先月。<laughs> <laughs> 素晴らしい。拝見させていただきました。<laughs> <laughs> はいということで、えー、今月もね無事に終わりましたありがとうございましたまた来月火曜日の夜8時ババなるほどジャパンだ中国パンダでも分かる中国語お楽しみにしてくださいそれではバイバイはいバイバイ再イバ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 イ